作ってみよう。作ってみようのかなです。今回はアリエルがパラパラする仕掛けを作りたいと思います。それでは作ってみたいと思います。まずはアリエルとフランダーとセバスチャンの画像を検索して写し絵をします。画用紙でキャラクターを作ります。次はアリエルのパラパラ部分を作りたいと思います。画用紙を用意します。5cm×5cm の画用紙にアリエルを貼ります。角を切って丸くします。6cm×6cm の画用紙にアリエルを貼ります。角を切って丸くします。残りの画用紙も同じように角を切って丸くします。パラパラ写真を貼る部分に印をつけます。線
に沿って折り目をつけます。パラパラ写真を貼り付けます。ここの部分に糊をつけます。一番下になる写真を端からつけます。ここは裏側に折ります。裏にして2センチの幅の画用紙をここに貼り付けます。貼るときにはこの画用紙が動くようにこことここだけに糊をつけます。はみ出た部分をハサミで切ります。これでアリエルのパラパラは完成です。次はフランダーのパラパラを作ります。これでフランダーのパラパラは完成です。次はセバスチャンのパラパラを作ります。セバスチャンはフランダーと同じように作って反対側のパラパラにしたいと思います。これでセバスチャンのパラパラは完成です。アルバムの台紙に貼っていきます。貼るときには
この部分だけ糊をつけるようにします。